お久しぶりでーす。うるさい。というわけでハロー理不尽、霊夢さんです。何がどう理不尽なのかと問いたい、マリサだぜ。というわけで久々の工場戦、これの撮影日が5月17日、その1個前の録画はなんと4月13日です。1ヶ月何してたんだ宣伝担当。ウプ主が高校にエンターした影響がががいきなり死んでるじゃねえ、いきなり突破されてるじゃねえか。まあデザートのウプルの第1話、ステモンだから。テストのステモンみたいに言うな。ちなみにウプ主は数1で22点捨てました。ウプ主の中間テストの結果の話なんて誰も興味ねえよ。知ってた。というわけで今更ですが今回の国についてマップはデザートのオプル、ついに解任になりました。なんかその言い方は違う気がする。ちなみにウプ主はカンコレはやってません。やってねえのかよ。ちなみに今回の回収で城の建材が変わってます。これ歴史壊れてない？そんなん今更だろ。だって今までの浜田増築とか改築で説明できるから第一波退けてから強化回収したみたいな。そういうので辻褄いくらでも合うけど、さすがに建材根本から変わってるのはどう説明すれば。まああれだよ、きっと表面だけなんだよ。深谷駅みたいに理解できる人を選ぶ例えはやめてください。あとそれはさすがに苦しすぎるだろ。追いもたもたしてるから台に開けられてるじゃねえか。的確に足元だけすくってくるのやめてもらえないかな。あっ死んだ。ザコーツちょっと表出ろ。Nope. Nope. Nope. さて無能を謳歌してる間に第3まで開けられてしまいました。とりあえずデバフクロスボウは帰ってもろて。これこの試合の初キルでは。私マジで無能じゃん。マッマーヒヒトリののの能力ってできき決まらないからララマスから。すんごい動揺してるし最後のゴビは一体何なんだよ。Nope.オラケンケン、てめえいい加減無双すんのやめろや。それで怒るのはちょっとよくわからないな。敵の武器は斧の判定じゃないので縦封じを飛行。池の方へバディ。そのゴルフ要素は一体どこから来たんだ。回復してる間に二人犠牲になりました。責任取ってください。どうしろと。あっこりさんナイスです。やっぱコリゲーか。コリゲーって何。味方の弓がこっちの方打ってたんで見に来た。あー解散が対処済みだったようだぜ。味方が追い回してる敵に攻撃を仕掛けます。そこにいたのはサバ主ナックンとタテ。タテとナックンさんが同列なのおかしくない。とりあえずゴリ押しで処します。敵に上から奇襲をかけてるつもりだった。反応されてむしろ先制されてる。あのこれ敗北するんじゃないですかね。しかーし盾が全てを解決してくれるのである。このゲームにシールドボールってサタセンがあるぐらいにはな。何勝てちゃうんですか。発狂剣剣を引き出せたところでちょっと前気味に戦闘態勢。盾ブス盾だが相手には斧があるな。ゴリ押しで勝てるんですか。そうですか。なんかいるねー。追っかけます。ストーカーじゃん。通報しよう。戦なんだから敵を追っかけるのは当然では。てか最初のところからここまで追っかけるの旗から見たら普通に気持ち悪いと思う。処刑完了しました。第3次 KT 戦。独ソ戦みたいに言うな。良くない介入は良くない。ご愁傷様です。Nope.敵の王ユミヘイは処刑いた相性。ナックンさんかわいそう。てか普通にその歌良くない。この豚毒ない。どうやったらそう聞こえるんだ。味方が弓で応戦してるところに殴り込みに行きます。これされると大抵発狂ルート。月音さんが本丸右裏にいるとの報告が。もう交戦してるな。味方が突き落としたところに追撃をかけます。無能モードから9キルまで持ってきたか。 Nope.さて残り時間は1割、ここまで来たらマッチ戦です。デザートのオプルの防衛側マッチ戦は本丸の階段を登られたらほぼ負けだな。例によってゴリ押しで盾持ちナックン撃破。なんか蜘蛛の巣に引っかかってた KIMYUYU さんもゴリ押し破壊。あってもこの残り体力でケンケンさんはきついかな。正解は外からクロスボウでした。そして最後にはケンケンさんが内部突入。負けました。まあ初動で3まで開けられてた割には頑張って耐えたんじゃなかろうか。それでは今回はここまで。チャンネル登録高評価よろしくだぜ。コードオブナイツ参戦は概要欄から。それではまた次の動画でー。